えーどうも、ゆきひろです。今日は FX の窓とは、窓開けの最大値幅や交渉率の窓埋め手法解説というテーマでお話ししていきますで。まずは簡単に僕のプロフィール紹介しておくと、僕は国内の銀行と香港の金融会社を経て専業トレーダーになりました。で、2007年からもう10年以上トレードを経験しています。で、今日はそんな僕が、窓って何とか、 どうやって取引したらいいのと疑問に思っている方に対して、エフェクトレードをする上で必須となる窓の知識について詳しく教えていきます。また、窓が発生した時、どうやって取引すべきかっていうことについても合わせてお伝えしていくつもりです。ということで、早速、窓とはなんですけども、窓っていうのは、この図のように、まあ、チャートが途中で途切れて、ここ、隙間ができること。 これを窓と言います。で別の表現で言うと、まあ、窓開けとか、あと英語を使ってギャップとも呼ばれますで。上方向に開いた窓を上窓、下方向に開いた窓を下窓と呼びますね。例えばこのチャートで言うと、まあ、ずっとこう根が来てたのが、ここで途切れて、で、下方向に根が飛んで、ここからまた継続してますよね。これは下方向に根が飛んでいるので、下窓です。 で、この窓開けっていうのは相場で時々発生する現象なので別にこれ FX 会社が表示例と間違えたわけでもないですし自分のチャートソフトが壊れたわけでもありませんじゃあこれいつ発生しやすいかというと FX トレードでは月曜日の朝に窓っていうのは発生しやすいですこれなんでかっていうとカウセ市場っていうのはもともと平日24時間ずっと動いているので基本的にチャートっていうのは途切れないんですよね つまり、窓が開くとしたら、取引時間外である週末明けの月曜日の早朝っていうことになります。ただこれ、例外があって、流動性の低い通貨ペアだと、時々、まあ、時々でもないな。たまに平日でも窓が開くことがあります。例えば、2015年の1月15日、スイス円で大きな上窓が発生しました。 これは月曜早朝ではなくて、夕方の6時半ですね。これなんで発生したかというと、スイスの中央銀行が突然、ユーロスイスの相場介入をやめるって宣言したからなんですよ。これいわゆるスイスショックっていうやつなんですけど、これめちゃめちゃビッグニュースで、今までスイスの中央銀行はずっとユーロスイスの相場介入をやってたんですね。いくらだったか忘れましたけど、ここの水準は絶対に守る。 ずっと介入続けてたのを突然何の前触れもなくやめたって言っちゃったんですよでしかもスイスグランでもともと取引ってそんなに厚くないのでこのニュースによって売買が成立しなくなっちゃってで結果まあ大きく窓が開いちゃったとで元の値段から大きく離れたところで取引が再開されるっていうような事態になりましたで窓 どれぐらい大きくなるかっていうと、まあ、大きいものだと100ピップス以上開くことがあります、まあ、最近で言うと2017年の1月16日ポンド円で250ピップス近く開いたのが最大ですねまあこれあのスイスフランショックとか、まあ、先ほど言った特殊な事例を除いた場合なんですけどちなみにこの時は何が起こったかっていうとイギリスが EU 離脱するかどうかですごい揉めてた時期だったんですよね。でそんな時にイギリスは EU 脱退を強行するぞみたいな噂が週末に流れてその結果、まあこの言うポンド円、ポンド円は大きくした窓をつけちゃったというような経緯があります。じゃあここまで窓とはどういったものかっていうのを説明してきたんですけど、ここからは窓がなんで発生するのかその原因について説明していきます。 これ、主な原因は、イスラム教です。イスラム教、どういうことかっていうと、日本とかヨーロッパとかアメリカとか、こういった国って、為替市場は土日が休みなんですよね。ただし、金曜日が安息日であるイスラム圏は、まあ、金曜日が休みになるんですよ。つまり、中東のバーレーン市場だと、まあ、金曜日が休みの代わりに、土日は為替市場空いてるんですね。 で、バーレーン市場ってすごいちっちゃい市場なんで、そんなに取引は多くないんですけど、だけど細々と週末でも為替っていうのは取引されてます。で、土日市場を揺るがすような大きなニュースが出た場合、そのバーレーン市場で値が大きく動いちゃうんですね。で、それによって月曜日の始まりの値段が 金曜日の終わりの値段から離れたところでスタートするっていうような事態が発生します。で、これちなみにどんなニュースが窓を起こしやすいかっていうと、これはもうダントツで政治ですね。なんでかっていうと、土日って大きな選挙が行われることが多いんですよ。まあ、投票行くのに休みの日の方が、あの、行きやすいんで。で、その選挙の結果が予想外になると、窓が大きく開くと。 でまあ、政治以外で言うとテロとか地震とかそういう突発的に起こる事件や天災っていうのも注意が必要ですねじゃあ窓が開いた場合寝動きってどうなるかっていうとこれ実は窓開け後の寝動きって2つ特徴があって1つがまずこれ窓の方向に寝が動くと。 この図で言うと、まあ、下窓が発生しましたと。で、しばらくレンジで推移してたんですけど、この窓が開いた方向に、ギューンって上がってますよね。これが、まず一つ目の特徴です。これ、窓埋めって言います。で、二つ目の特徴は、この窓埋め。まあ、窓こっから開いてるんですけど、ここまで、寝上がって、窓埋めが完了した後、今度は、それとは反対方向に、 落ちるんですよこれが2つ目の特徴です。なので、まあ、まとめるとまず1つ目は窓の方向に根が動くと。で2つ目は窓が埋められると根は反対方向に動くと。でなんでこういった根動きになるかというとこの2つの特徴って人間の欲とか恐怖といった、まあ、いわば投資家心理から説明できます。 利益を逃したくないとか、損を出したくないとか、そういう欲や恐怖の気持ち、市場参加者のそういう気持ちが分かりやすく現れるところが、この窓なんですよ。これちょっと詳しく説明していくと、まあ、例えばじゃあ、金曜日、あなた、会エントリーしたと、想像してみてください。で、週末明けの月曜日、大きな上窓になって、いきなり、 100ピップスを超える含み益になりましたと。この時どう考えるかっていうと、うラッキーめっちゃ利益出たじゃんって。で、利幅が少なくなる前に利格しようって思いますよね。つまりその利益を逃したくないっていう欲の気持ちが、まあ、大量の決済売りを生み出します。まあ買ってたんで、反対売買売りですよね。つまり、100ピップスの窓が開いた場合、 事前に買ってた人たちっていうのは、この利益を逃さ、えっと、みんな売っちゃうので、ここで大量の売りが発生して、で、窓は埋められちゃうというような理屈です。じゃあ逆に、金曜日に売ってた人はどう考えるかっていうと、これですね。ま,あ、まず、とまずガーンって窓が開いちゃったと。で、大きな含み損を抱えたと。えー、やばいやばい、どうしようって思ってたときに、 まあここからギュンと下がってまとめされましたとこの時にどう考えるかというとうわあちょっと一時どうなるかと思ったけど損切りせずに耐えてよかったみたいなでひとまずここプラマイゼロまで戻ってきたから脱出しようって思いますよねつまり損を出したくないっていう恐怖の気持ちがここで大量の決済買いを生み出しますまあ売ってたんでその反対売買は買いですよね なので、こうやって窓埋められた後、事前に売ってた人たちっていうのは、あの、プラマイゼロで逃げようと、あの、買い戻すので、ここで大量の買いが入って、再び、値は反発して上がる。っていうような理屈です。で、実際にこの窓埋め、検証してる人がいるんですよ。で、その検証した人によると、5時間以内に窓が埋まる確率は80%。 これは、あの、為替市場ですね。株とか債券ではなくて、為替市場。5時間以内に窓が埋まる確率は80%。これ結構高いですよね。なので、窓埋め手法というのは結構確率の高いトレード手法になります。じゃあ実際、どういうふうに取引したらいいか。これ僕がやってるパターンなんですけど、まあ先ほど言ったあの特徴を踏まえると、取引手法というのは2つ げられます、まあ、先ほども説明した通りまず1つ目窓埋めを狙うか、まあ、2つ目窓,窓が埋められた後の反発を狙うかこの2つが窓の取引手法になりますで僕がやってるのはこの窓の動きにプラスしてトレンドを組み合わせるっていうすごいシンプルなものです例えば じゃあ、冷やし、長期足を見て、トレンドが上向きでしたと。で、その状態で、下窓が開きましたと。この場合、僕は窓埋めを積極的に狙っていきます。なんでかっていうと、まあ、トレンド方向は、大きなトレンドは上向きなので、まあ、上方向に行きやすいだろうなっていう予測のもと、ということは、窓埋めの方向、 これも上方向ですよね。これは上に行きやすいんじゃないかっていうことで、窓埋めを積極的に狙っていくと。じゃあ逆に、大きな時間足のトレンド方向が下向きだった場合はどう考えるかっていうと、下向きだった場合、この窓埋め、これ上方向なのでトレンドに逆行しますよね。なのでこれはちょっと怖いなっていうことで、トレンドの向きが下向きの場合は、この埋められた後のこの反発ですね。 下方向に行く動ききっってていいうのを狙っていきますつまりその大きな時間足のトレンドによって窓埋めを狙っていくかそれとも窓埋め後の反発を狙っていくかっていうのを僕は分けてますまあ窓埋めって、まあ、先ほど言ったように5時間以内に埋まる確率80%っていうすごい高い確率なんですけどこれ長期のトレンドと合わせるとさらに勝率を高められる で、さらに言うと、この窓を狙う手法っていうのは結構優れてて、なんでかっていうと、まあ先ほど言ったように、あの、至上心理が現れやすいとこなんですよね。欲とか恐怖とか、そういったものによって動きやすいと。で、そういった心理を味方につける手法なんですよ、この窓の手法っていうのは。で、これ、なんで強いかっていうと、これね、相場って結局、 最後取引するのは人間じゃないですか。で、人間って絶対に感情があるので、その感情のある人間が市場に参加している限り、この優位性っていうのは揺らがないんですよ。なので、まあ長期的に稼げるっていうのと、まあどのような市場でも推移すると。だからこの窓埋めの手法とかって、為替市場、FX だけではなくて株とかでも使われてます。まあどんな市場でも。 適用できるってこと,です、ね、ということで、まあ、取引志向まで説明してきたんですけど最後に窓が埋まらないパターンというのも解説しておきます、まあ、先ほど窓開けは8割という高確率で埋まるっていうふうに説明したんですけどこれ逆に言うとじゃあ2割は窓埋めが起こらないと。 で、これ、窓埋めが起こらないっていうのにも、理由っていうのがあるんですね。何かっていうと、窓開けの原因が、ビッグニュースの場合、市場を揺るがすような大きなニュースの場合、窓を埋めない可能性が高いです。例えば、これ例を挙げると、2017年の4月25日、ユーロドルは大きく、窓を開けてスタートしました。これが、実際のチャートですね。 でこれ、埋まることなく、普通だったら窓を埋めるためにこう下がるんですけど、この時は窓を埋めずにどん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 上昇していっちゃったんですよ。で、これなんでかっていうと、この窓が開いた原因っていうのが、週末に行われたフランス大統領選の結果だったんですね。EU 離脱を掲げるルペン氏。彼が 選挙で敗北することが確実となって、で、EU 離脱の不安が消えたと。で、その結果、ユーロが大きく買われたと。で、上窓発生して、で、さらに上がっていったと。こういうふうに、今後の世界を大きく変えうる出来事の後って、窓埋めとか、そういった、あの、セオリーを無視する動きになりやすいです。なので、 窓埋めを狙うっていう時にはそれがどうういいいいったたた原因でで発生しののかっていうのも見た方ががいいすねそれがもう今後の、まあ、市場の値動きを根本的に変えるような大きなニュースの場合は窓が埋まらない可能性が高いですし逆にあの地震とかそういうなんか一時的なものであれば戻る可能性が高いっていうふうに言えます。 ということで最後まとめです。エフェクトレードでは週明け窓が発生することがあります。で、この窓には窓埋めっていうのと、あと窓埋め後の反発っていう高確率な値動きパターンが2つあるんですね。で、これらを狙う手法っていうのは投資家心理を利用するので、まあ優位性が高いですし、どの市場でも通用するっていうふうに言えます。 ということで今日の動画は以上です。もし今日の動画旅になったという方がおられたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということでありがとうございました。